さあ本日はこの新型アクアハイブリッド4駆の新型アクアに乗って試乗ドライブ行ってこようと思います。先代のアクアと結構似た顔つきですが、より洗練された感じには今風になってますよね。今日雪がすごくあるので E4 の実力なんかも見つつ燃費の計測もしてみたいと思います。 1.5 の THS2 ですね。さあそれでは行きましょうか。今日外すごく寒くて、今何度かな、外気温マイナス10度になってますね。でも多分これエンジンで温まってるだけでマイナス15度ぐらいあると思います。ハイブリッドの冬の試乗としてはかなりいい条件かもしれませんね。さあ今新型アクア乗っておりますが、いや思ったよりもいいですね。あのヤリスと基本的には一緒なんですけど、ヤリスよりもなんていうのかな、ちょっと上質な感じがします。ヤリスってかなりスポーティーな乗り心地だったんですが、こっちはもうちょっとこう、まあ、コンフォートっていうほどでもないかもしれませんが、すごく乗りやすい滑らかな乗り心地になってます。ああなるほどね、あのフィット寄りですよね。フィット寄りの感じがしますね。でも足もすごくソフトで乗り心地いいんですが、まあ、ふにゃふにゃ柔らかいほどではないという感じで、まあ、僕好みの乗り心地ですね。いやこれ価格がだいたいヤリスとかフィットと同じ価格なんですよね。四駆ハイブリッドの一番高いグレードで250万ちょっとぐらいで、もうヤリスとかフィットとガチガチに勝負する価格帯の車なんですが、内装の質感も高めですし乗り心地もすごくいいですよね。まあ、後席もヤリスの後席ってほぼ人が、まあ、座れなくはないですけど結構きつかったんですよね。でそれがこのアクアになると少し改善されて、後席も若干座りやすくはなってます。でホンダの EHEV と比べて結構バッテリー満タンに近い状態で走ってますよね。あの今バッテリーの状態も一緒に映してると思いますが、うん、結構バッテリーは常に満タンに近い状態で走っていて、ホンダの EHEV とかだとバッテリーかなり半分以下の状態で常に走るんですが、このトヨタの THS2 は半分以上の状態を維持して走るというような感じなのかもしれませんね。で今回のこのアクアから一番低いグレード以外は確かバッテリーがニッケル水素、新しいニッケル水素電池になってるんですよね。あの出力がかなり高くなる高性能なニッケル水素電池みたいで、寒さにも強いということみたいですね。バッテリー容量もどうなんだろう、若干ホンダの EHEV より多いのかな。あんまりバッテリー減ないですね。で今日は天気もいいので太平洋側を走って室蘭あたりまで行ってみようかなと思ってます。あの峠走ろうかなと思ったんですが、峠だとさすがに今の時期吹雪いたりしたら怖いので、比較的天候の安定している太平洋側を走って室蘭あたりまで行ってみたいなと思っております。停車中は暖房を出す都合もあってエンジンかかって充電してますね。やっぱり寒いのであまり、お、
発進時は四駆になりますね。寒いのであまり EV 走行はしないかなという気はします。で、今回の E4 はリアタイヤのモーター出力が5馬力ぐらいなんですよね。5馬力前後ぐらいで、あまり高くないということもあって発進時のサポートぐらいとなっています。カーブ曲がるときとか、まあ、そういうときはほとんどリアタイヤ動かない、ほぼ FF の車ですね。スタック防止というくらいの性能になっているので、まあ、走りが良くなるということはないと思います。あ、でも確か四駆の車はリアサスがダブルウィッシュボーンなんですよね。それでは少し走ってみましょうか。今室蘭に向かって走っておりますが、ヤリスと同じ3気筒エンジンということもあって、そんなにこう滑らかなエンジン音という感じではないですよね。ただハイブリッドということもあって、アイドリング、車止めている時のアイドリングは僕はあまり気にならないなという気がします。これガソリンエンジンだと結構アイドリング気になるんですよね。ただこうやって信号のある街中を走っていて思うのは、やっぱり電動パーキングブレーキないのは辛いですね。まあ辛いというか全然止まらない。ちょこれタイヤ何履いてるんだろう。ちょっとスタッドレスタイヤが何履いてるのか分かりませんが、すごい滑るねこのタイヤで、まあ、街中でこうやって止まってる時に電動パーキングブレーキがないので、ずっとブレーキは踏みっぱなしになります。やっぱりストップアンドゴーが多いとこだと電動パーキングブレーキは欲しかったなと、まあ、ちょっと価格高くなってもいいんで電動パーキングブレーキは欲しかったですよね。多分こうヤリスとかフィットと価格を合わせるのに電動パーキングブレーキ削ったんだろうなと思います。ちょっとここすごく滑るので、発進の時この 4WD がどうなるのかもちょっと気になりますね。さあ行きます。ほっ、あ、でも結構安定して発進しますね。あの止まる時全然止まれないような道でしたが、発進はすごく安定して走れるなという気がいたします。一桁馬力しかない E4 ですが、少なくても北海道の一般道路を走っている限りは四駆性能としては十分ですよね。ちょっと待って、ここまさにミラーバーンですよ。あ、事故かな、事故っぽいね。いやー怖いね今日の道。安全運転で行きたいなと思います。あと今日のタイヤすごい滑る気がして、ちょっと後で何履いているのかもチェックしておきましょうか。まあ、僕普段フリード、まあ、VRX3 履いてる、フリード履いてこの辺も走ってるんですが、今日いつもの感覚で乗るとちょっと危ないので、多分スタッドレスの性能の違いあるんじゃないかなっていう気はします。あ、また事故だね。今日はあちこちで事故が起きてますね。まあ、本当30分ぐらい走ると3、4件ぐらい車が突っ込んでたりするっていうのが、まあ、この時期の北海道ですよね。うわー、下りのアイスバーンは怖いね。これは怖い。道路光ってますよ、ところどころ。今日はあの雪を避けて太平洋側通ってますが、あ、全然止まんない。太平洋側通ったの失敗だったかもね。むしろ峠の方が雪が多くてスリップしにくかったかもしれませんね。室蘭までこんな状態が続くんならちょっと疲れちゃいますね。まあでも発進に関しては E4 思った以上にいいですね。
やっぱり電子制御というかモーターでリアタイヤ動かしているので、プロペラシャフト通すよりも四輪のトルク配分がすごく、発進の時だけだと思いますが、すごくバランスが良くて、ツルツルのところで動き出してもスムーズに発進できます。あのベデルとかもすごいいいんですけど、よりこうモーターで素早く綿密に制御しているのかなって感じるようなシーンがありました。そろそろ室蘭に到着いたします。で、今ここまで100キロぐらい乗ってみて、一つ感じたことがあって、ベデルの EHEV とこのアクアの THS2、 どっちも 1500cc のハイブリッドなんですが、モーターパワーはベデルの方があるんですよね。で、 THS2、 まあこのアクアはフロント80馬力、リア5馬力ぐらいかな、で合計85馬力ぐらいしかないんですが、まあ、いわゆるモーター走行、バッテリーだけで、バッテリーの電力だけで走る走行に関しては、こっちの方が若干力強いかもしれませんね。多分そのバッテリーの差だと思うんですよね。バッテリー単体で出力できるパワーが多分アクアのバッテリーの方が高くて、モーター走行だけで見ると、まあ、EV モードだけで見るとアクアの方がちょっとパワフルかなっていう感じはします。まあ、もちろんボディの重量の差とかもあるとは思うんですが、結構バッテリーの差が大きいんじゃないかなっていう気はしました。さあ、それではまずはとっかり署に、とっかり署に行きましょうか。天気がいいので綺麗な景色見られるんじゃないかなと思います。今エンジン結構な勢いで回ってますが、やっぱりエンジン回るとエンジン音若干気にはなりますね。ハイブリッドとはいえエンジンが元気に回るシーンだと、やっぱり3気筒ということもあってか若干音はするかなという気はします。あ、猫がいる大丈夫かな、よいしょ。まあ、こういう出だし部分は四駆になるので、雪があっても結構しっかり走ってくれますし、乗りやすいかなという気はしますね。こういうところで EV モードに入れたらどうなるんだろうね。あ、充電不足のため切り替えできません。バッテリー残量が半分以下ならできないのかな。さあ、そろそろとっかり署に到着いたします。冬のとっかり署も綺麗なんですよね。さあ、それではここに車を止めて少し休憩いたしましょうか。室蘭の室蘭八景とっかり署ですね。よいしょ。いやー、気持ちいいね。天気がいいからめちゃくちゃ気持ちがいいです。最近北海道ずっと天気悪かったからね。おお、冬のとっかり署も綺麗なんじゃないでしょうか。室蘭は地球岬が有名ですが、僕が一番好きなのはこのとっかり署ですかね。海も青くて綺麗で、ここ朝日も見えるんですが、すごくいいところだと思います。じゃあこの後はもうお昼なのでご飯食べに行きましょうか。ちなみに滑るなと思っていたタイヤなんですが、ブリヂストンだね。ブリヂストンのアイス
パートナーかな。まあ、多分安いスタッドレスですね、ブリヂストンの。ブリザックじゃないやつだと思います。全然違いますね。僕普段乗ってる VRX3 と比べると段違いに滑るので、レンタカーはね、雪道気をつけてください。バックに関しては、まあ、ボディが小さいということもあって、普通に問題なくできます。ちょっと視認性は悪いと感じる人もいるかもしれませんが、まあ、ボディが小さいので全然余裕ですね。久々に来ましたね。道の駅見たら室蘭でございます。ここでご飯買ってきましょうか。室蘭の道の駅で買ってまいりました。ボコイ飯ですね。久々に食べるね。ここのボコイ飯結構高いん、1100円ぐらいするんですが、ホッキの炊き込みご飯のおにぎり。それじゃあいただきます。うん、うまい。さあ、それでは帰りましょうか。帰り道は峠通って帰ろうかな。それでは参りましょうか。今日は天気が良さそうなので峠通って帰りましょう。太平洋側のルートはアイスバーンでツルッツルなので、このタイヤだとめちゃくちゃ怖いんですよね。他の車よりも止まれないのでめちゃくちゃ怖いので、多分峠は圧雪でアイスバーンよりはマシかなということで、峠を通って帰ろうと思います。それでも他の車よりは多分滑るので、結構慎重に行かないとダメですね。それでは美笛峠を通って新千歳空港に向かいたいと思います。今山道走っておりますが、なんかこう IDCD っぽいハイブリッドなんですよね。エンジンパワーで走りつつもモーターでサポートするという感じになっているので、 EHEV のようにほぼモーターで走るというような感じではないですね。特にパワーの必要な山道なんかはエンジンベースで走って、そこにこうモーターのパワーが乗ると、まあ、そんな印象でございます。で、基本やっぱり FF なんですよね。山道登っている時もFF で走るので、まあ、四駆のようなどっしりした安定感はないかもしれませんが、まあ、でも走りにくいということはないと思います。やっぱり上り坂は本当エンジン駆動がベースになってますよね。で、パワーが必要な時に、まあ、こんな感じでモーターのパワーが乗るので、まあ、十分なパワーじゃないかなという感じがいたします。道路ツルッツルだね。あれ、さっきまで圧雪だったけどアイスバーンになりましたよ。おお、全然曲がらない。でも今横滑り防止機能が働いてこうボディ修正しましたね。横滑り防止機能の介入は早かったですね。ちょっとボディが斜めになると片輪にブレーキかけて体勢立て直してくれるので、結構雪道では活躍してくれます。というわけでこの後車を返しに行きますが、ちょっとこのタイヤみんなと同じペースで走ると僕だけ事故るんで、この後は運転に集中して、ここすごい滑るので運転に集中して
行きたいなと思います。ほんとすごい滑るね。久々に雪道怖いなって思いました。今まですごいタイヤに、最新のタイヤに助けてもらってたんだね。まっすぐ走ってるだけでも怖いもん。もう帰りたい。というわけで今回この新型アクアに乗って一日ドライブ、雪道ドライブをしてみました。まあ、結論から言うとすごくいい車でしたね。乗り心地もいいし滑らかだし、走っていてもそこそこ楽しいとというような印象だったと思います。 EHEV よりはエンジンの存在が大きいハイブリッドシステムでしたね。ただ燃費はすごくいいんですよね。ちょっと見てみましょうか。今回だいたい240キロ走っていますが、今のところメーター燃費で 27.2kmpl となっています。めちゃくちゃ燃費いいですよね。この後ちょっと 1500W のコンセントのテストなんかもするので、ちょっとガソリン消費して燃費悪化すると思うんですが、最終的な今回の燃費はここに表示しておきます。満タン法の燃費ですね。24、5ぐらいは満タン法でもいってるんじゃないかなという感じがいたします。いや、ほんと燃費いいですよね。で、 E4 に関しても雪道の発進であれば細かい制御がリアモーターを使ってできているんじゃないかなという気がして、とても走りやすかったように思います。普通に使う分には十分ですよね。それでは今回の動画はここまでとなります。また次回の動画をお楽しみに。